モーターズ。はい、皆さんこんにちは、モーターズの森です。今日はですね、前回ね、ちょっと前にプロボックス紹介させてもらったんですけども、グッドサンの方でね、エブリーの今度バンの方でまた新しいカスタム車両できたということなんで、取材していきたいと思います。モーターズ。はい、そしたらですね、前回も実はご登場いただいておりますグッドサンの谷口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。谷口さん、前回、はい、ちょっとプロボックスの動画やらせてもらったんですけども、はい、ちょっと今日初めて見る人もいるんで、はい、ちょっとだけ簡単に自己紹介お願いします。はい、はい、当社は滋賀県越郡で、商業車メインで、カスタムをやってます、グッドサンの谷口です。はい、よろしくお願いします。はい、谷口さん2回目やけどまだガチガチっすね。はい、もう慣れません。すいません。はい、で前回プロボックス紹介させてもらったんですけど、はい、どうでした反響とか。ね、おかげさまで、はい、たくさんの受注いただきまして。本当ですか。はい、もうちょっとね、僕ね、てんやわんやで、ちょっと困ってますので。はい、はい、まあまあでもね、良かったですよね。はい、ありがとうございます。結構前回の動画見たい方、概要欄の方にプロボックスの貼っときますんで、そちらもちょっとご覧いただきたいんですけども、今回は、はい、なんかエブリバン、はい、まあ商業車メインでやるって言ってはりましたもんね。そうですね。はい。はい、なので今回はエブリーバンをカスタムされたと。そうです。はい、はい、なんかコンセプトみたいなあったりするんですか。ね、まあ当社のコンセプトとしましては、はい、まずやっぱりかっこ悪い車よりかっこいい車の方が皆さん乗りたいのかなと、はい、まあ誰でもそうやと思いますので、はい、まあ、できるだけかっこいいものを作ると。なるほど、はい、バンはね、はい、バンなんでね。そうなんですよ、やっぱり、ね、お仕事で使われる車なので、はい、やっぱそれをいかにかっこよくできるかが、まあ、うちのモットーというか。なるほどですね、はい、ありがとうございます。まあ、谷口さんとかも板金の、ね、技術がもともとありますんで、その外装の部分をかっこよくして、はい、で今回はちょっとまた内装も、はい、ちょっとまあ車中泊今流行ってますんで、はい、まあ、そういうこともできるよっていうのでね、はい、今回ちょっとデモカー持ってきていただきましたんで、はい、今回はね、じゃあ一日よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、そしたらですね、はい、谷口さん、はい、まあ、外装からちょっと説明させていただきたいんですけども、はい、まずグッドさんでは特徴的な、はい、まあ、元々板金が技術をお持ちなので、はい、まあ、この全塗装であったりとかが得意だと思うんですけれども、はい、まずそもそもどういった車両を今回は、まあ、デモカーでいいんですけど、はい、どういった車両を使われてるんですか。今回は、はい、エブリーの、グレードは PC 2番目のグレードで、はい、カスタムさせていただきました。はい、今回ね、中古車4万2000キロの、はい、中古車で、はい、カスタムしております。お客さんの予算に応じまして、安くしたければ、うん、まあ、もっと違うグレードであったり走行距離いってるやつ で、 そうです、ね、カスタムすることはできるよっていうことですね。はい、はいはい、ありがとうございます。大丈夫ですか。付け立ちありがとうございます。全部僕が言うてます。はい、もう言ってください。申し訳ないです。と、はい、いうことですので、まあ、一応今回モデルはね、はい、PC、デモカーは PC で、はい、で4万キロぐらいで、まあ、車両価格がこんなもんでみたいなんで作られてますけども、はい、皆さんご予算あると思いますん で、 そうです、ね、ご予算を言うてもらって、はい、で車両価格、はい、ちょっと下げたかったら、まあ、その車選びのところから、はい、谷口さんお手伝いしていただけるというところですね。そうです。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしたら、はい、まあ、早速じゃあカスタムの内容いきましょう。はい、はい、まあ、まずじゃあフロント面からいきましょうか。はい、はい、まあまあ全塗装。そうですね、全塗装。はい、これ今回なんか艶消しの色ですね。そうです、はい、艶消しのミディアムグレー、はい、スズキの純正色でミディアムグレーっていうのがあるんです。あ、なるほど、はい、純正色に合わせて、はい、それをマットで、はい、仕上げてあります。あ、なるほど、ジムニーとかであるやつですか。そうです、そうです。あ、それの艶のないやつを塗装されてると。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。この辺もね、色も皆さん言っていただければ、いろんな色、自分の好きな色ね、はい、言っていただければ作っていただきます、ね。まあ、できれば純正色の方がいいですよね。そうですね、調合すると後で色が違うとかになっちゃうんで。そうですね、修理のね、時に、まあ、私のとこに来ていただけるんやったらできますけども、はいはいはい、ね、まあ、あとは遠くの、そうですよね、遠方の方とかやったらちょっとどこどこ、例えば BMW のなんかの色とかいうのでもいいってことですよね。そうです、そうです。純正色の方が番号があるんで調合しやすいので、あとで修理がしやすく、はいはい、間違いも起きにくいかなと、はいはい、オリジナルの色を作るときはもうどうしても天気の下とか曇りの時とかでも色味が変わってくるので、はい、後でこうちょっと雰囲気違ったなってなっちゃうのもあれなんで、ね、そうですね、はい、なので、まあ、オーダーするときはそういったオーダーしていただけると助かりますというところですね。モーターズ。
はい、じゃあ谷口さん次行きましょう。もう明らかにもうパッと見て変わってるのが、はい、こっから下、はい、かな、はいはい、あれバンパーはこれは純正をカットしてるのかこれは、はいはい、どういう風になってるんですかね。これは、はい、純正のバンパーなんですが、あやっぱそうですよね、はい、ここから下はカットしております。もともとこれぐらいあるんですけどもね、はい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 、カットしてちょっとスリット入れて、斜めにスリット入れて、はい、斜めに切ってここの部分ですね。あこの網になってるところ、はい、ここもいいんですけども、はい、本当はなんかこうバーがあるんですけどね、あ横ね、はいはいはい、もう切り抜いて、うん、でここちゃんと綺麗にして、はい、網を張ってあ、はい、まあでもこれ変えるだけでなんかこうワイルドさが出ますね。そうですね、なんかね、はい、でバンパーカットしたので下の部分がここが見えちゃうので、はい、これはまた後付けの、そうですね、あのアンダーバンパーを、はいはい、しゃがんでもらっていいですか。アンダーバンパーを、はい、つけました。なるほど、そうするとこういうことでね、こうない部分がかっこよく見えるかなと、はい、確かにこれでなんかすごいリフトアップもなんかすごいゴーンと上がった感じしますもんね。そうですね、前から見てもね、はい、はい、ありがとうございます。この辺はじゃあもうオリジナル、あごめんなさい、後付けでつけて、はい、あともう一つ気になったのが、はい、塗装が今回なんかザラザラしてます。はい、ね、前回も、森さんがおっしゃって、はい、ラプターできますよねって言って、はい、今回ラプター塗ってきました。あラプター塗ってきはったんですね、はい、まあね、カメラで今わかるか、まあインサート入ってるかもしれないですけど、結構ザラザラしてるんで、はい、まあこれがいわゆるラプター塗装って言われる、ね、ちょっとこうゴツゴツした感じで、そうですね、まあ傷もつかないということ、はい、あ確かに確かにこれ結構強いですよね、はい、強いです、はいはい、で目の粗さも変えれるんですよ ね、 そうですね、このゴツゴツ感も変えれる、はい、変えられます、はいはい、なのでこの辺も、全然谷口さんの方に要望していただければ、はい、まあ、聞いた話だとこれ色もちょっと変えれるんですよね。そうですね、黒だけじゃなくて、そういう材料によって塗装を混ぜて色を変色できるっていう風に、なるほど、そういう材料もありますので、はい、はい、終わりました、はい、ありがとうございます。なので、まあ、こういった塗装のことであったりとか、まあ、こういったちょっとした加工、はいはい、もできますんで、はい、その辺はご相談いただければいいんじゃないかなと、はい、まあ、確かにバンパーゴーンって変えたらお金かかりますからね。そうですね、はいはい、できるだけちょっとコスト抑えめにやるっていうのはこれぐらいがいいんじゃないかなというところですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次横の方行ってみましょうか。はい、はいはい、そしたら谷口さん、はい、今ちょっと横面来たんですけども、はい、もうパッと見て上がってますよね、うん、はい、上げました上げました、はい、どれぐらい上がってるんですか。一応ね、はい、ブロック、うん、リフトアップのブロック、はい、バネじゃなくてブロックで5センチ上がってます、はいはい、5インチぐらい、はいはい、で、まあ、タイヤで、はい、もともとは12インチついてると思うんですけども、はい、まあ、14インチの、はい、タイヤ、ホイールとタイヤにしまして、はい、だいたい1センチぐらい1センチぐらい、はい、上がってる。じゃあ 2. ちょっとぐらい、そうですね、 2.5 インチぐらい上がってるかなと、上がってるかなというところですね、はい、まあ確かに全然雰囲気が変わってますもんね、はい、パッと見た感じね、はいはい、ちなみに皆さんブロックっていうのはそのサスペンションとバネとかサスを変えてるんじゃなくて、ボディとの間のところに、そうです、サスの間にちょっ と、ブロックっていう塊を入れることで、はい、車を上げリフトアップしているという形になりますので、はい、ですので乗り心地に関しては、まあ、厳密じゃないんですけどほぼ純正と同じっていうことですね、そうですね、はいはい、足回りを変えてませんね、はいはい、であとタイヤとホイールをちょっと、径を大きくしてるんでその分の高さもちょっと上がってるので合計で6センチぐらい、そうですね、はい、上がってるかなと、6センチぐらい上がってると思います、はい、思いますね、ありがとうございます、はい、でちなみにこのタイヤとホイールはこれはまた別売りのやつですよね。そうです、はいはい、若干高いだけなんですけど、あ、はい、なるほど、はい、この辺もまあ自分好みのホイールがあればそれをつけていただいたりとか、そうです、はい、タイヤも好みがあればつけていただけますんで、まあ、今回デモカーはマッドスターさんも使われているってことですね、はい、まあ、ちょっと一つ心配なのがやっぱりリフト上げるとアライメント補正しなきゃいけないと思うんですけど、はい、ちなみにこれは どういう形で今補正してるんですか。まずキャンパーとタイヤがこうハの字になる、逆ハの字になるので、はいはい、逆の刃、はいはい、キャンバーボルトでキャンバーボルトで戻して、はい、戻してやります、はい、で、トーイン、あとトーイン、トーアウト、はい、トーインになりますのでね、はい、もうトーアウトの方に、はいはい、できるだけやってやります、あ調整してやってやる、はい、ということですね、はい、はい、ありがとうございます。ですので、まあ、車はちゃんとまっすぐ走りますというところですね、はい、走ってきたけどまっすぐ走ってます、はい、ありがとうございます、はいはい、ですので、まあ、その辺もねご心配なく
またいろいろご相談していただければということですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと横の方、まあ、そのままずっと来たんですけど、この辺色分けですよね。そうです、はい、2色プートにしてあります。なるほど、はい、まあ、こっちはまあ、さっき言われてたあの車の前塗装の方 で、はい、でさらにそこの上にラプター塗装、はい、おちなみにマットフラップのところも、はい、ラプター、ここもラプター、はい、しました。なるほどなるほど、はい、素晴らしいですね、ありがとうございます。ですので、まあ、こういったカラーに、これちなみにライン変えてくれって言われたらできるんですか。ああ、できますよ。全然。僕はね、ま、うん、っすぐじゃなくて、ね、ちょっとお尻上げたい。ああ、なるほどなるほど。まあまあ、それは人の好みやと思うんで、はい、まあ、この辺こう斜めに入れたかったら、それ言ったら、はい、塗ってくれはる。そう、もうお客さんのご要望に応じて。なるほど、はい、ありがとうございます。それはちょっと嬉しいですね。はい、皆さん多分好みがね、はい、それぞれあると思います。はい、でまあ、後ろの方に関しても、まあ、同じようにやらせてもらってるんですね、はい、ブロックでこっちも上げてるよ、こっちも、まあ、こっちやったらすごい分かりやすいですね、はい、カメラさん寄ってもらうと分かるんですけど、ここに挟まってるのがブロックってやつですね、この黒いパーツですね、これがブロックって言われるやつですね、はい、ありがとうございます。ですので、まあまあ、インチも途中のインチってできるんですかね。あ、全然それも1インチとかも、はい、できますよ、はい、1インチやったらバネで、バネが多いですかね、はいはい、ですので、まあ、その辺もご相談いただければいいのじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、そしたらちょっとじゃあ後ろの方も行きましょうか、はいはい、そしたら谷口さん、はいはい、まあ、次後ろ面の方に来たんですけれども、はい、後ろ側が、はい、もう結構変わってますね。はい、結構変わってます、はい、まず、まあ、まあ塗装の部分で言ったら ここもちゃんと塗ってはるんですね。そうですね、はい、エンブレムのところもね、はいはい、塗っていただいて、どっから触れようかな。バンパーが、はい、ちょっとしゃがみましょうか、はい、バンパーが全然違います、ね、全然違います。これはカットではないですね。はい、これはカットではございません、はいはい、これは、車外パーツを、そうです、取り付けていただいていると、はい、あ、なので、まあ、こういった要望も聞いていただいて、ね、はい、まあ、車外パーツでお気に入りのとこあれば、うん、そこのつけることもできるよってところですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。で、ここのナンバープレートの場所がなくなったので、はいはい、こっちに移設されて、はい、すごいですね。まあ、でもここかなり上がってるように見えるっ、ね、普通のバンパーやっぱり、はい、ダサいというかね、はいはい、やっぱり鈴木に怒られますよ、申し訳ない、もう鈴木さんすいませんいやいや、いつもお世話になってね、まあまあ、鈴木さんにもね、すいません、大丈夫です、大丈夫ですよ、はい、はい、ダサいですね、まあ、上がったらね、やっぱりこう、はい、短い方が僕かっこいいかなと、かっこいいかな、はい、まあまあまあ上がってるように見えるんでね、はい、はい、で、まあ今回はこういうのを採用したと、はい、で、これがマフラーがえらい径がでかい感じのが、はい、もうちょっと見た目だけですけどね、あ、これ見た目だけ、ま、はい、マフラーカッターをね、あ、ほんまや、はい、こカッターですね。なので、はい、音は純正の音ですね、です、はい、まあ、ひょっとしたらこの外側の径で若干変わるかもしれないです。そうですね、まあ、基本マフラーは純正で、外身だけを、はい、今これつけてるような状態ですね、はい、で普通につければね、はい、だいぶ下になるんで、はい、もともとバンパーが、あー、そっかそっか、そっか、ちょっと上げてあるんですわ、あ、はい、なるほど、はい、あ、こう、うん、もう全体がごとに上がった、あ、そうですね、はい、なるほど、はい、まあ、その辺もちょっと調整してもらえるってことですね、はい、マフラーの出口の位置をちょっと調整してもらえると、そうです、ありがとうございます、まあ、これだけでも全然雰囲気が変わるんで、はいはい、まあ、こういったのもね、要望もあれば言っていただければいいんじゃないかなと。で、まあ、もうちゃんとラプターもしていただいているということですね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、外装はまあ、プロボックスもそうでしたけど、まあ、塗装がメインで、はい、まあ、車外パーツをつけるみたいな、ね、そうですね、はい、どんなパーツでも、はいはい、ご要望のパーツがあればつけていただきますのでね、結構皆さんね、カスタムって車買ってカスタムだけをカスタム屋さんに頼むとお金の支払いが結構増えるの で、 そうですよ、ね、工賃とか毎回かかるので、はい、もう本当に最初車でこういうカスタムしたいなっていうのがあればもう1回で、はい、もうあれもこれもつけてもらってローン1回で組んだ方が支払いも楽ですし、そうですね、まあ、多分おそらく納期的なのも多少短くなると思うんで、はい、もう
今日説明したこと以外でね、これやってほしい、あれやってほしいっていうのがあれば、もう谷口さんのところに、まあ、とりあえずまず一旦相談して、そうです、してもらったら、はい、まあ、できる範囲で全部やってくれはると思いますので、ほぼほぼできると思いますので、はいはい、まあ、今回一応ライトな部分でカスタムはね、紹介させていただいてますんで、はいはい、で今回は、まあ、前回プロボックス車中泊仕様だったと思うんですけど、はい、やっぱこういう仕様にしたい方って、はい、やっぱね、アウトドアの、そうですね、まあまあ、あと趣味でなんか行かれる方とか多いと思うんで、はいはい、まあ、ちょっと内装の部分も紹介してもらいたいなと思いますんで、はい、はい、じゃあ早速ご会長の方をお願いします、はい、じゃあ、はい、開けさせてもらいます、はい、そんなぎっちりです、はい、はいはい、ご会長です、はい、じゃじゃーん、白い白いですね、白い、はい、はいはい、今回はまたちょっと家具の雰囲気も変わって、はい、なんかなんていうんですか、落ち着いた感じですね、はい、まあ、もうあのこの間前回のはね、はい、結構こう電源使えたり、そうですよね、サブバッテリーあったりって感じでしたね、いろいろ、はいはい、あったんですけども、はい、今回もちょっと簡易的な車中泊仕様という形で、なるほど、はい、まあ、一つの例として、そうです、はい、こんなんも簡単なやつもできるよっていうことで、うん、はい、紹介させてもらおうかなと、なるほどですね、はい、僕でもパッと見て、はい、僕普段結構 K のキャンピングカーの、はいはい、あの動画作ったりするんですけど、よく見てます、はい、あ、本当ですか、ありがとうございますあの広い、あ、そうですよね、エブリのバンって僕まあまあキャンピングカーとまあ大体家具とかついてるんで、はい、いろいろついてるんで、はい、こう 純粋なバンの中身見たらめちゃめちゃ広い、はい、そうですね、あの天井も高いし、ハイルーフですからね、はい、あの全然高さもありますんで、はい、人が大人が座っても全然、はい、使えることもあります。確かにこれやったら、まあ、今多分これ2人寝れる設定になってると思うんですけど、はい、これやったら2人十分寝れますわ。全然ね、うん、もう寂しいぐらいね、もう全然寝れますわ1人やったら寂しいぐらいです、はいはい、まあ、軽キャンとかやったら、まあ、多少この辺にやっぱ家具があるんで、はい、まあ、実車使えるのこれぐらいやったりとかするんですけど、ね、ここまで目いっぱい使えたら、はい、結構広いかなと思いますね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、じゃあ今回その家具のキット積まれてると思うんですけど、はい、なんかこのキットの特徴あったりしますか。ここがね、はい、実はこう開きます。あー、こんだけ底上げしてあるからなんかなと思ったら、はい、家具ね、収納、はい、うわ広いな、結構結構広いですよね。しかも作りが、はい、あの家具ですね、はい、家具です家具です、綺麗です、はい、ってことはこっちも、もちろんそっちもあると、はい、あー、あるある、うん、こんだけ、あれこっちだけなんでちょっと小さいな、なんでや、あ、分けてるんか、はい、なるほど、小物も入れたり、はい、小物、まあ、じゃあ大収集みたいな、なるほど、はい、じゃあ3つ収納がありますよっていうところですね、はいはい、ありがとうございます。まあ、しかもなんか簡単ですし、そうです、はい、で簡易的なね、はい、キャンピングなんで、はい、僕的にはこんだけ底上げしたら高さが狭まるやんって思うんですけど、はいはいはい、その辺どうなんですかね。まあ、まあ、見ての通り画像でね、動画で見てもらってると思うんですけど、はい、こんだけ幅ありますのでね、はいはい、十分十分、はい、寝れるし座ったりもできるし、はいはい、なるほどですね、全然快適じゃないかなと思います、はいはい、快適じゃないかなと思う、快適だと思う、だと思う、もう一回言い直しますちょっとテロップでね、今修正しといてください、はいはいはい、快適だと思います申し訳ない、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、で、あともう一つね、ここ実は底上げするメリットね、実はあるんですよ、僕は知ってるんですけど、はい、実はこれマフラーが下にあるんで結構熱がね、ここ伝わってきやすいんですよ、はい、で、ここに空気の層を一旦つけてあげることで、あの室内の、まあ、直接暑さの対策にもなるんで、まあ防寒の方にもなるかな、冷たさの方にもなりますかね、直接あの車が冷たいのが伝わってこない部分もできますんで、まあ、そういったメリットもありますんで、はい、まあ、ここは結構重要な、でそれをうまく収納にしているっていうところが、まあ、このキットいいところかなと思います、はいはい、ありがとうございます。あとは前の方は、はい、これはどうなって、あ、まあ、前の方はちょっとね横からいきましょうか、はいはい、そしたら谷口さん、はい、まあ、今横の方来たんですけど、はい、ベッドキットの下、はい、もうやっぱ空洞っていうか、そうですね、こんな隙間があるんですけど、はい、まあ、ある意味ここは収納に使うってイメージでいいですかね。ですね、はい、はい、なります。まあまあ、2列目の椅子がここまでペチャンってなるので、そっとベッドキットの間、ここもまた収納としても使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、まあ、あとはまあ普段乗車モード、はい、っていうのも、まあ、皆さん使い勝手で普段そっちの方が多いと思うので、はいはい、
まあ、ベッドキットと乗車モードの、はい、その切り替え、はい、っていうのが、まあ、ちょっと難しかったら嫌かなと思うので、はい、じゃあ一旦そこの展開、はい、ちょっとやってもらえるようにしましょうかね。はい、はい、じゃあ次はね展開してもらいたいと思います。はい、そしたら谷口さん、はい、今、まあ、あのベッドから乗車モードに移してもらったんですけど、はい、まあ、簡単、はい、簡単ですね。あの上にあったやつをこっちに移すだけ、はいはい、でちょっと一つ気になったのが、はい、あの この なんていうので板と何ですか、こうかさばるじゃないですか、はいはい、こうね、この足の部分ですよね、うん、はい、これは何か分離できるんですか。はい、このネジで、あ、手の簡単にもう簡単に緩むので、あ、なるほど、はい、そしたら、まあまあ長期的に使わないんやったら、まあまあもっとバラバラにして、はい、まあ、どっかしまっといたらいいってことですね。そうですね、はい、で、まあ、またすぐベッド展開したいよっていうんやったら、まあまあこのままで、うん、ここに収めといても、はい、まあ、全然そんなに荷物にはならないかなと思います。この辺はまあ使い勝手かなと思いますね、はい、あともう一つ気になったのが、はい、まあ、塗装もそうなんですけど、ちょっとカメラさん分かるかな、この天井じゃない、リアゲートの内側なんですけど、こう分かりますかね、そっちからやってこの辺見た方がいいかな、ここも塗ってるんですね。もちろん、はい、そこはリアゲートの内側、はい、おー、あと、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、ここも、はい、ここもともと白の車やったら白っすもんね。そうですね、はい、これも一応外の車に合わせて塗ってる、はい、素晴らしい、手間暇かけてる、はい、いや、もうね、ここが僕の、うちの当店の強みと思ってますんで、谷口さん、はい、そこアピールしないと、はい、あー、はい、強みです、めちゃくちゃ強みです、はい、はい、あとね、もう一つちょっとカメラさん来てほしいんですけど、谷口さん、ここも塗ってるし、この椅子、カメラさん分かるかな、この椅子のここの板面、こっち側ですね、こっち側の内側っていうか下側、はい、ここも塗ってる。そうですね、はい、すごいな。え、じゃあこれ一回外してるんですか。そう、全部外してます。まあまあ出来上がりだけ見たらね、はい、なんか普通に見えますけど、はい、手間暇だけで聞いたら、はい、結構手間暇かかってますよね。はい、そうですね、もう細かく言えばここも、おお、ここも、あ、ここも全部、ほんまや、はい、あとカメラさん分かるかな、このドアの内側も、内側って言わへんの、なんて言うの、このここの部分も塗ってる、はい、ってことはこれもパーツ外して、はい、もう全部塗ってからまたつけてる、はい、そうです、すごいな、僕から言わしたら見えへんからええんちゃうのって思うんですけど、まあ、あかん、はい、まあ、これは僕うちのねこだわり、職人として気持ち悪い、はい、この辺塗ってないと、もうそれ塗らんかったらもう商品として出せません、出せない、はい、素晴らしいですね、皆さんね、ちょっと安いんですけど手そんなに抜いてないっす、はい、結構がっちりやっての価格なんで、まあ、最後ね、はい、価格の方とあとまあ納期のことであったりとか、はいはい、あとまあ谷口さんのとこ特徴的なまた他にできる部分もあるんで、はい、最後ちょっとねその辺も聞いていきたいと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、モーターズ、はい、そしたら谷口さん、はい、最後やっぱ皆さん気になるのは、はい、価格とか納期とか、はいはい、あとまあさっきちょっと中の広さ僕ちょっと伝えきれてなかったと思うんで、はい、僕165ぐらいで全然大丈夫です、はいはい、全然大丈夫、こんだけかさ上げしてんのにね、はい、全然余裕あります、もっと広いってことです ね、はい、はい、なのでまあまあこれぐらい広さがあるよっていうところですね、はい、はい、あとまあ最後やっぱ価格、はい、これ今日ちょっと紹介させてもらった車、はい、中古の、4万キロぐらいでしたっけ、4万2000キロですね、はいはい、走ってる車で、はい、おいくら万円ですかね、まあ、内装も込みで、おいくら万円と言いますと、はい、車両本体価格では、はい、156万円、はい、込み込みです、ね、なるほどですね、はい、で、あと諸経費つけますと、はい、大体当社10万円ぐらい10万円ぐらいの諸経費かかるよ、ということで、はい、それで車検が2つ、構造変更もしております、はい、はい、なるほど、インチアップしてるんで構造変更が必要になるんで、はい、そうです、はい、まあ、一旦車検はそこからスタートってことですね、構造変更した後からスタートってことはね、はい、丸々ついてくるという、そういうことですね、はい、はい、おー、100? そうすると60… 6万ですね、6万円、はい、
おー、はい、頑張ったんじゃないですか。もう大丈夫、あんまり儲かってないですけど、はい、塗装かなりやってますからね、はい、もうまあ、もうそれだけでも結構価値あるんじゃないかなと、はい、はい、っていうところですね、はい、でまあもちろんね、今回ちょっとまあ一つの例としてあれなので、はい、まあ、例えば車のグレード上げたいよとか、はい、まあ予算もうちょっと下げたいんで、ちょっともうちょっと走行を走ってる車でやりたいよってなれば、もちろん価格を下げること、下げることもできますんで、まあ予算がねある方はもうそこからご相談いただいて、はい、だまあちょっとこのカスタム省きましょうかとか、まあ、タイヤとかホイールもね、はい、物によってやっぱ値段ちょっとずつ変わってきたりしますんで、はい、はい、まあその辺ご相談いただければいいんじゃないかなと、はい、あともう一つ、今回は前回プロボックスの時この屋根やってたじゃないですか、はい、あれなかなかできるとこないんで、ありがとうございます。うちはできますけど、今回なんでしなかったんですか、はい、ちょっとね、まあ、今回は、まあ、一つのデモカーとして、まあ、金額を抑えてますのでね、はいはい、あ、まあ、安くするバージョンで出したんですね。そうなんです、そうなんです、はいはいはい、まあまあですんで、あのプロボックスの時みたいにここをね張り替え、張り替えっていうのかな、張り替えですね、はいはい、もうできますんで、はい、あとそのリアゲートのここも、パネルみたいなところももちろんできますんで、はい、いろんなバージョンできますんでね、はいはい、まあ、この辺もねちょっとずつやりたいよって方はご相談くださいというとこですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、あとまあなんか前回動画で、うん、なんかタウンウエスとか、あ、はい、忘れてました？前回のそうです、ちょっと暑さでね頭やられてるかなと思いますけども、まあ、前回の動画でコメントの方にも、はい、書かれて出たんですけども、はい、タウンエース あのプロボックス、うん、前回のプロボックスのああいう仕様を、はい、タウンエースでやってもらえないかというコメントをいただいておりまして、はい、今春から冬にかけて、はい、秋から冬にかけまして、はい、まあ、制作予定をしておりますので、なるほど、皆さんそちらの方もお楽しみください、はいはいはい、一応あれも商業用バンですもんね。そうです、はいはい、なのでカテゴリーとしては同じと、はいはい、またその車ができましたら、はい、森さんに紹介して、はいはい、もう何回でも、はい、ありがとうございます、していただきますので、また紹介させていただけると、はい、あとまあ納期に関してはどうですかね、はい、まあ、はい、まあちょっと2ヶ月ぐらいはいただいたら、はい、今のところできるかな。なるほどですね、はい、ちょっと前回の動画でちょっとね、いろいろ車の製作がちょっと立て込んでますので、はい、ちょっと前回1ヶ月ぐらい言ってたんでしたっけ、 1,2 ヶ月って言ってたんでしたっけ、 1,2 ヶ月が、はい、まあ、2,3 ヶ月ぐらいと、はいはい、なるほど、ちょっと納期が伸びてますんで、もしねご相談したい方はね、できるだけ早めに言っていただけると、納期もできるだけ早くできるようになると思いますので、はい、順番でやってますので、はい、はい、順番やっぱりね、はい、早ければ早いほど、はい、完成早くなりますので、なるほど、はい、終わりました、ありがとうございます。でまあもしね、まあ、動画、まあ、ここ滋賀県なので遠方の方とかももちろん全国対応してますんで、はいはい、遠方の方とかもまあご遠慮なく概要欄の方に詳細貼っておきますので、そちらの方からお問い合わせいただければいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。タイムズさん、はい、今日なんか最後言い残したことありますか。今タウンエースで言っちゃったんでね、はい、もう言いましたよ、それはもう言いましたね、はい、今日はでもそんなに噛まなかったですね。いやー、だいぶ編集が上手やったっちゃいます。噛まないと、はい、グッドさんのチャンネルの方のパロディ版ができなくなりました、ね、あー、そうでした、それ忘れてましたね。パロディ版も、すみません、もう一回、グッドさんの YouTube の方もチャンネルやってますので、はい、そちらでね、パロディ版を作って配信しておりますので、はい、そちらの方もできれば見ていただけるとありがたいです。はい、はい、最後綺麗にカミカミで、はい、カミカミで、はい、このカミカミのままで、はい、終わりました。はい、まあですので、うちの方は綺麗に編集されてるかもしれませんがね、はい、カミカミバージョンは、はい、グッドさんのチャンネルの方を見ていただけると載ってると思います。はい、はいはい、見てください。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら今日の動画良かったよって方は高評価ボタンとチャンネル登録をバーンと押してください。あとですね、グッドさんの詳細に関しましては概要欄の方の貼っときますので、またそちらの方からご覧ください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。いや、谷口さん、はい、もっと噛んでくれないとうちも面白くないから。いや、もうちょっと2回目なんでね、ちょっと慣れました、まあ、ありがとうございます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。
登録したらベルのマークも忘れずに。